どうも影山です,、えーとですねえー、日々、ね、こう生活していると、ねえー、自分にいろいろ問題が、ね、こう起きると思うんですね、問題が出てくると思うんですけども、えー、問題というのは、ねえー、進化するためには必要なものであるというふうに僕は思います。というのはです、ねえー、問題が起きるとです、ね、そのことによって、えー、人類は発展してきたと。 いうふうに思うんですね、えー、例えばですね、えー、目的地までね、えー、早く行きたいけど行けない いいう状態があるるとすすじゃないですか歩いていくとすごく時間がかかるっていう問題を解決するためにですね車とといいううももののや飛行機というものが発明されましたそのことによってその問題は解決するというかまあ、あのより少ない小さいものになるという時間はちょっとかかるんですけども短い時間で移動して目的地までつけるという問題解決をすることができるようになりました。 で他に言いますと例えば遠く,の遠く離れた人と、えー、コミュニケーションをとりたいという時にですね、えー、その人のいるところまで行かなければいけなかったものが、えー、電話というものを発明したことによってですね、えー、その問題が解決しました。ということでね、えー、問題というのはね、あのー、その問題が起きたことを解決することによって発展していくという、えー、ところがあると。 いうふうに思うんですね。これを人間に置き換えてみるとですね問題自分にとっての問題というのは自分を成長させてくれたり進化させてくれるものであるというふうに思います。でその問題というのはねその人自身個人個人によって大きさは違うと思うんですね。例えば、ね、日本のの内閣総理大臣でで安安倍倍首首相相がいると思うんですけども、安倍首相の問題 とも解決しなければいけない問題と僕が解決しなければいけない問題というのは大きさはだいぶ違うと思うんですねその大きさによってね人間がその人間の価値というかね価値の大きさが決まってくるというかまああの小さい問題を解決する 大きさでもいいんですけど人間が大きくなればなるほど問題は大きくなるというかそういう側面があると思いますねだから安倍首相の場合やと今でいうとコロナウイルスの問題ですねこれを解決するために、えー、いろいろとねやってほしいと思います僕の場合であったりすると商売のことでねこう売り上げを上げたりとかいう問題があったり他にいろいろと問題はあるんですけども、えー、僕個人のね個人的な 小さなな問題となるんですねでもその問題が、ねえー、を解決することによってね自分が自己成長できてね、あのー、また、あのー、大きい人間になるというふうに思うんですね。で問題を解決するためには、えー、方法は2つあります。 えー、一つはですね、その問題自体を解決してしまうということと、えー、もう一つはねその問題がね、えー、その時の自分にとってね問題にならないぐらい大きな人間になるということですね、えー、例えばですね、えー、小さい頃にね、えー、遊んでいたボールをなくしたとしますねで問題、えー、ボールをなくしてしまったんですけどもその時はね、えー、悲しいんですけども今その時 ボールがなくなったということはどれほど自分にとって問題になるかということですね。えー、ほとんど問題にならないと思うんですね。でその問題、えー、問題というのはそのボールがなくなっているっていうこと自体は、えー、解決できしていないんですけども自分が問題にならないぐらい大きな人間になるとその問題が問題でなくなるというふうな側面があると思います。だからね、えー、自己成長をね。 することによってね問題が小さくなりね問題が問題とならないっていう状態になると思うんですねそのため問題が自分の前に起きてきた場合はですねそれは自己成長につながると思ってね喜ばないといけないんですねその問題から逃げるのではなくてですねそれを解決するか自己成長をしてその問題を問題じゃならないぐらい大きな人間になるか いいいいいうこととをしていけばいいと思います例えばですね会社を辞める時にですね人間関係が問題で辞めた場合はですね次に就職した時にですねまたその人間関係の問題がね同じ問題ではないかもしれないんですけども起きてくるということが起きるんですね。だからその人間 系の問題を解決するかですね。その人間関係が問題にならないぐらい大きな人間になって、えー、次の、えー、状態にならないとですね、問題は、えー、すぐまたね追いかけてくるというか、えー、また、えー、起こってくるということになるんですね。だから、えー、自己成長というのはあのー、必須ということになると思います。だからね、えー、問題が、えー、目の前に起きたときはね喜ぶようにしていただきたいですね。その問題が 起きたということは自分がまた大きくなるための、えー、ステップやと、えー、ステップアップのために問題があるという捉え方をねすると、えー、問題を、えー、喜ぶことになると、えー、逃げることになったり嫌なもんではなくそれは、えー、自分にとって喜ばしいことやというふうにあの思ってですね、えー、問題に対峙していただければなというふうに思います。 とということでですね、問題というのは自分にとって成長であると進化するものであるということについてお伝えしました。僕はそのように思います。ただまあまあ逃げたくなる時もあるんですけどもね。で逃げ 一一時一旦逃げててしまってもいいと思うんですねでもやっぱりその問題いうのは残ってるんでね、えー、自分が大きくならない限りその問題いうのはそのままの状態で残ってると思うんで解決するか大きくなるかどちらかをしていただいて問題を少なくししていきましょうでねその問題が解決したらね問題がなくなるんではなくてですね次にまたその問題は大きな問題となって 次現れてくるんですねでそれは自分が、えー、大きな人間になるために、えー、必要なものであってですね、えー、その問題はまた解決するなり大きくな,りなるなりして、あのー、進んでいかなければならないということで、えー、生きている限り、えー、自分に問題はずっと起き続けるということですね。問題が起きないということは、えー、成長できない状態になりますんであの生き残ることができないという 意味もありますんで、あので、ー、そういうふうに思って、えー、人生人生というかね日々ね、えーあのー、生活していきましょう。ということで、えー、問題は成長であると問題は成長するために必要なものであるということを、えー、僕は考えますということについてお伝えしました。ということで以上となりますありがとうございます。